獅子は、中国春秋時代の儒者、牢の人、穴子の子、孔子の孫、氏は穴、名は、字は、獅子、孫傷は、獅子子。後世の儒教では、同等の継承者で四世の一人、儒世として崇敬される。幼くして、父と祖父を失ったため、孔子との面識は、ほとんどないが、創始の教えを受け儒かの道を極めた。その後、各国を遊学した後、 どの牧工に仕えた。来期中庸編は、古くから、獅子の作と伝わっていた。また、獅子の学派の著作に、獅子があったとされるが散逸してしまった。現代の推定では、来期のうち中庸編を含む四編が、獅子から転載したものとされる。この推定は、随所音楽史が伝える南朝張りの鎮約の説に、由来する。獅子の集一書として一家がある。式。 孟子殉教列伝などによれば、孟子は詩詩の学派から儒学を学んだとされる。このことから、儒家内の詩詩と孟子の学派は、詩文学派と通称される。殉子比重二詩編では、敵対する詩文学派を非難する際に、五行説という邪説を説いた学派として非難している。ただし、殉子は五行説がどのような説かは述べなかった。二十世紀末。 新たに発見された、出土文献の五行という文献が、その五行説について述べた文献と推定されて、諮問学派が注目されるようになった。なお、諮問学派に関する出土文献は他にも、各点諏訪江観、政治の地でと上広諏訪江観、正常論や、各点諏訪江観、露木公文詩がある。AB、大聖殿に祀られているもの史跡ゆ島聖堂。 公益財団法人史文会。www.seido.or.jp。2020年12月7日閲覧。ハンヒコナンさん、ロボク公文を死曰く、など、四季公司成果、死死作中央などハット AB、死死から言バンク中国語番、ウィキソースに、本記事に関連した原文があります。随所、巻 13AB 西山久さ 書始百科はどう展開したか、地下からの贈り物新出土資料が語る、古エの中国中国出土資料学会、東方書店、2014年、93ページ。ISBN 978から44億9721万4119、中国5番、ウィキソースに、本記事に関連した原文があります。式、まきれいななよ ABCDE 近藤博之。 西信康、先進、畑寛大、中国研究週刊第56号、大阪大学中国学会、2013年、9から12ページ、土井、10.18910 10、58,716。中国5番、ウィキソースに、本記事に関連した原文があります。巡視、非十二支編、西信康、各点諏訪江館、五行と伝生文献北海道、 大学出版会、2014年。ISBN 9長7848億3296万7991。武田辞書、十数学の思考交差する科学と、戦術臨戦書店、2018年、3842。ISBN 9長7846億5304万3751。諏訪絵漢文字解読実習。 中国出土文献研究会。www.shutudo.org.2020 年12月7日閲覧。ありがとうございます。